おはようございます。速稼塾の久保です。今日6月24日、しつこくやっておりますけども、みんなの銀行ですよ。みんなの銀行、おかげさまで昨日も登録がありまして、現在また7000円の、売上というか入金になりました。3万8000円を1回出した後の7000円ですから、4万5000円ですかね、4万5000円をみんなの銀行というアプリでトータルでいただいております。いや、非常にありがたいなと思うのと同時に、これ私に入ってるってことは、私から登録した方も1000円入ってますからね。で、今回はですね、みんなの銀行の登録をインターネット上、そしてインターネットじゃないところで広めるためのコツをちょっと申し上げておきます。それはですね、第一に好かれていることだと思うんですよ。嫌われていたら嫌いな人から入りたいと思わないですよね。嫌いな人がいい情報を送ってくれても、まともに聞こうと思わなかったりするんですよ。じゃあなんで嫌われるのかってことですけども、やっぱり人に不愉快な発言をダメージを与える意図でやってる人には、やっぱりね、ファンはつかないと思うんですよ。それこそそういう方はおそらく周りの人間関係も殺伐としてるんではないかなと思います。やっぱり人数をたくさんの人を増やしてね、たくさんの人からモテろってわけではないんですよ。でも目の前の人にちゃんと義理を通してね、丁寧に接していれば、その方との関係って良好になると思うんですよ。その積み重ねが1人、2人、3人、5人、10人とつながっていくものじゃないかなと思います。ですんでね、いろんなテクニックとかセールストークとか、なんかインターネットの技術とかっていうのはあんまり関係なくって、実はですね、目の前の人ときちんと誠実に対話ができているどうかっていうことだと思うんですよ。何かというと、ケチをつけたりとかですね、嫌がらせをしてみたりとか、自分勝手な理屈をこねくり回しているようでしたら、やっぱり目の前の人から好かれるってことはないのかなと思います。もちろん相手のことを思いやって厳しいことを言うこともあるでしょう。でもそれはあくまでも目の前の人のこと、相手のことを思いやってのことなんですよ。だから強い信頼関係ができるまでは、やっぱり苦言っていうのはなかなか、お話することができませんしね。そう考えていくと、私の場合はですね、1万人以上の登録者がいらっしゃって、で、まだ100人も登録していただいてない、登録率 1% も満たないわけですよ。そればかりか再生数もね、もうご覧のようにどんどん落ちてるんですよ。チャンネル登録を1万数千人する力があっても、再生を維持していただく力がないというふうな捉え方もできますけども、私の場合は長くお付き合いできる方をやっぱりね、動画の中でどんどん絞っていってるところだと思うんですよね。もちろん最初は私のことを気に入って登録してくださった方も、何らかの事情でね、登録を解除することもあるでしょう。それこそね、やっぱり10人とか30人という単位で登録が起きたり解除とかが起きるんですよ、私の場合は。ですね、その振れ幅っていうのは数十人の人が来たり行ったりするもんですから、なかなかね、浮き沈みは激しいのかなと思いますけども、ただ減ったり増えたりの中で、いろんなセールスをしながら、いろんな今回みたいなおすすめをしながら、トータルで久保哲郎という人間と付き合っていけるなと思っていただける方が、やっぱり残ってくださってると思いますし、その数は決してね、何十人何百人というふうな、もう数の多いものではありませんけども、ただやっぱり私はその一人一人としっかりと向き合っていく、これはチャンネル登録がゼロの時からやってきていることですし、 YouTube に限らずリアルな世界でももちろんね、やってきていることだと思うんですよ。ですので私はね、そのね、礼儀作法とか、そういったものをもっともっと詳しく見ていかないといけないなと思いますし、もっともっとね、勉強しなければならないかなと思います。その中でやっぱりね、足を引っ張るような方とは縁を遠ざけないといけないっていう悲しいこともあるんですよ。というのが、やっぱりね、この人間っていうのは単純なその人格で測れるものではありませんけども、あえて言葉を使うとしたら、良い人格の人とお付き合いすることはものすごく進歩発展になるんですけども、悪い人格の人と付き合うことってのはね、なかなかね、そうではないんですよね。だから悪い人と付き合う時間を持つことによって、いい人との縁が遠のくっていうのは、やっぱり、個人的にもすごく損失ですし、その良い人とのご縁っていうのを遠ざけるほどの、偉い人間でもないですからね。そういった意味で序列はついてしまいますんで、これは私の考え方ですけどもね、もしね、私との縁が遠のくってことは、それは本当にそれがご縁がなかったんだということだと思うんですよ。で、今回はみんなの銀行のお話をしましたけども、何かね、このみんなの銀行の紹介活動に通じるものがあるとしたら、お役立ていただければと思います。何日もね、最初にお話しましたけども、嫌いな人からは登録しませんから、やっぱり好かれているってことがすごく大事なんじゃないかなと私は思いますね。じゃあ本日は以上です。みんなの銀行登録ね、
ぜひ、私からやってくださいね。私からね、しつこく私動画作ります。よろしくお願いします。